結婚資金を車につぎ込む湾岸キャラがおるのマジ？湾岸ミッドナイトマキシマムチューン 6RR は久しくゲーセンへ足を運んでいないあなたにおすすめ。なお剣も面に嫁はいない模様。この頃になると悪魔のジェットも割と誰にでも乗りこなせるフレンドリーなマシンになっていってた気がする。あの話のおかげで道を間違わずに済んだ、結構感謝してる。そういや、キオは高校生なのにどこから金が出てるんだよ。400万で R が買えるとか幸せな時代やな。400万貯めてるやつすら少なくなったのにな。ほんとバカだ。バカな男だ。一応社長が買い戻さなかったっけ。300万ぐらいで。嫁を捨てて U を買ったんだよ。いきなり400万残高増えてて草。当時のバブル期で貯金500万すごい長い違和感。確か部品代工賃含めて高く買ってなかったか。独立資金にしろ的なこと言って。イニシャル D の貯金をタイヤ代に使ってたやつの方が可愛いくらいだわ。人間失格クラスじゃん。俺のワゴン R が死んでゆく。流産させてないと思うんだけど。友人が漫画家志望しててこんな感じだわ。ホステス嫁に食わしてもらって漫画描いてない時間は。漫画アニメ見るのに全部り。いい年だしジャンプマガジンはもう無理だろ。何は金融道みたいな大人向け目指したら？と言っても。社会経験がないからと少年漫画を目指しとる。スープラの回何気に好き。お金戻ってきても嫁の信頼は回復しないだろ。レーシングカーみたいなもんだろ。欲しいやつは欲しいわな。しかも最後の勝負に出ないで生きて帰ってきちゃってるという。なんなんだこのから騒ぎはっていうね。湾岸ミッドナイトは主人公抜きのおっさん同士でマシンについてあれこれ話してる時が一番面白い。プロならわかるけど遊びじゃぬ。無理だろう。いくら理屈並べてもお前はもう見てしまったんだ。悪魔の絶刀。お前はまた走り出すしかないんだよ。くく。漫画の世界とはいえ借金してまでやることが行動で生きることってのは笑っちまうな。くく。本物見ちまったやつは遊びに本気がちになるんたまよ。北見さんなんて自転車屋やってるん。湾岸は途中から中年のおっさんの悲哀がメインになるんだよ。秋尾は最後に出てきて諦めきれないおっさんに引導を渡す自然災害みたいな存在になっちゃうんだよ。社長が憎まれ口叩くくせに最後に工賃込みで車を買い取るとこいいんだよな。この会話後輩や後輩のお父さんとかの会話もいい。平本と城島編はすごい好き。開き R は600馬力仕様だから L 型とバトルができていたが。漫画連載当時のレベルだからその補正がないと意味がわからんよな。2000年代は100万以下で買えた 32R。180万以下で買えた33らに。買いたいやから5万で買ってきた 2JZ 1000馬力チューンして。OS 技研のスワップキットを使う。これがコスパ含めて湾岸最強だった事実。撃墜すか、撃墜されるか。ほんこれ。もっと笑えるのがリアルでもこういうのがいるってこと。近所にチンピラ車所有してるやつがボロアパート住んでる。近所で中古車屋やってるわ。ゲーセンに置いてある湾岸ミッドナイトのゲーム家庭用で出ないのか。家でやりたいんだが。家庭用の湾岸ミッドナイトは。話の途中までなんだよな。ゲームのガチャで生きるやつが山ほどいる時代だからな。結局話はどう締めたの？それがお前の言うになるのか？確か500万で車売って会社辞めて引っ越しして、すべて生産して妻を迎えに行った旦那に、生まれた子供を抱いた妻が微笑みかけるところで終わったはず。この奥さんはその後もまだこのクズについてくの？わいはシャコタンブギの方が好き。5万で2次買える時代なんかあったのか。笑えねえだろそれ。でもより戻したじゃんしょぼーん。むしろ雨降って地固まる的な。ここは感動するとこですよ。会社辞めた後輩が不人気者の Z31 をモンスターマシンに仕上げて平本 R を引き離すとこいいよね。どうしてあの Z31 がこんな加速をするんだってとこ。ポルシェを手に入れる整備士の漫画もリアルだったな。平本編が一番好きかもしれん。確か引き違いだったんよな。一般道路で300キロ出たからってなんなんだよ。プロレーサーごっこか。たかだか車くらいでよく考えてみればすんげえ毒図だったな。最後はあの状況で円満解決すんだぜ。ホールや GS のバイトしてたよな。で、親は金持ち。引き方が悪かったな。湾岸ミッドナイトの締め方を知りたかった。鉄道と車好きってなんで大事多いんだろうな。今だったら1000万で売れたのに。でババアになった嫁に、子供の進学費用出せなくて言われる。ヤフー知恵遅れで 4AG を1万回転まで回すにはどうすればいいですか？
や L 型エンジンをツインターボにしてオーバー 600PS を目指したいのですがなどの質問を見て草生やしてる。それらの車を買っても維持するのに大変なんだよね。チューニングだとかバカなこと考えてないでまともな車を買え。これは漫画だからな。最後に社長が500万で買ってくれたんじゃないっけ。別の男の子供かよ。嫁浮気してたんか。俺にもこんな献身的な可愛い女がいたらいいのに。新車で R32 を買えた人は幸せ、というのは。同意。このエピソードがあるからまだ救われるのにアニメ版では描かれてないんだよな。他人が人生かけてやってることにした方がいいとか言うお前って何様気取りなの。どうせ宮崎で離婚してる。北見純やはりノーマルが一番いいよな。これガキの頃に読んで胸が痛かった。嫁さんよく許してくれたわ。こんなの許す嫁は現実の世界にはいない。働かないで漫画アニメ見る暇あるやつが人生かけてるとは思えないんだが。こんなにあったら嫁から殺されるわ。湾岸ミッドナイトという作品の締め方自体はなんかポエム言って終わった。要は悪魔のジェットとアキオはこれからも走り続けるみたいなことをポエムチックにした言い回しにした感じ。ただその後も微妙にシリーズ C1 ランナー、金杯のスピードスター、首都高 SPL 続いてるからその意味では締めてないとも言える。ふふ。平本さんめっちゃ好き。アマゾンから荷物届くのが見つかったら大変なんよ怖いんよ。対局。クズすぎて草。そこまでしてやることがブーブーで周りに迷惑かける違法行為て。こいつ嫌い。これを買って嫁と言ってあげるといい。それと、松井漫画講座をググって読むように。時代だよ。1990年頃から数年はこんなんはよくあった。400万程度でレーシング仕様の車買えるのか？クソ安い時代があったんだな。これ男が被害者みたいに書かれてるけどどっちもどっちなんよな。同レベルのクズ同士でお似合いとも言える。こんなん底辺の連中だけだろ。一緒にすんな。イニシャル D も出さなくなったし相手でしょ。ゲーセンきついから。なんかこの話がすげえ残ってる。人は結婚と育児を経験しミニバンに乗って死ぬ。イギリスのゴリラが言ったありがたい言葉。万国共通。こういうやついるよな。パソコンのことで困った時だけ剣も面呼ぶやつとか。排気管変えてどんな効果があるの。家庭と趣味。どちらも選べるような人間は一つ神。アパート暮らし LINE のやつでは。どちらかしか選べないってことだろ。酔い音なるとテンション上がって速度も上がる。釣りのインストラクターは家庭崩壊してるの多すぎ。まあ家族ほったらかしにして全国飛び回っていればな。アニメでもさらっと語られてたような。このシーズンは Z 大破からの復活という大きなストーリーに、さらに平本 R 界隈のストーリーも絡んできている。中身の濃い量シーズンだよな。ただその作品としてのピークが単行本全42巻の4巻5巻とかってあたりで出てしまったというのがな。車に金かけてるやつは大抵行かれてるんよ。ミカこれ。生きてるよこれまだブロックが。車検通らないポルシェ結局どうなったんだろうか。貯金400万しかないのか。続編で島がヨーロッパで乗ってる。最後の方は明けの明星ばっか言ってた気がする。あれ、お客さん2回目ですね。ははは、こいつ大食いでね。マンオブマン。俺ここ読むたびに泣いちゃう。このキャラは印象深いよな。いい話だったと思う。人生なんてほんとくだらないよな。後になって冷静に考えると。馬鹿げた無駄なことばかり。さて、今回の動画はいかがでしたか？もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。